キラッとした目がまた怖いものでございます。どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかです。さあ今回もやっていきましょう、頑張れよしのぶくん、パワープロ2010やっていきたいと思います。ギャーッギャーッということでドシーン。まあ大丈夫ですの。このテーマソングは毎年変わらないんだね。痛い痛いです。大変、全身打撲してらっしゃるのでは。病院行かれます。ぜひお願いします。救急車でもいいです。まあそんなに、でも救急車間に合いそうな、間に合わせない私がガシドスドスドス怖い怖い。大丈夫かな。どうでした。奇跡的に外傷はないようです。まるで当たりどころを完璧に計算し尽くしたように。スポーツ選手は体が命ですから。なぜスポーツ選手だということを。ところで病院の治療費がいらないって言られたんですけど、ただ見てくるのは珍しいでした。いや大柄な女性が全額払っていった。え、嘘、ちょっと、いや、あなたでしょう。とにかくありがとうございました。姫野カリンと申します。以後、お見知りおきを。礼でしたら結構ですね。お礼でしたら。え、じゃあ、ご飯に誘う。うん。そんな結構ですのに、でもどうしてと言われ、面白すぎるでしょ。七本木ホテル19階にあるレストランでお待ちしておりますが、高えよ。後日、超高級レストランで高級料理を腹いっぱい食べた。というより食べさせられた。お代は今時、あ、レディーが払ってくれたんだ。お腹いっぱいで、苦しいならホテルで休むからすぐ聞き割れた。やだ、俺、カレンさんもう買う、楽しすぎてます。え、監督評価、下がったから？いや、俺悪くねえでしょ。で、まあいいや。面白かった。打撃していきましょう、ちょっと。やっぱ。弾道ソロ、ミートを上げてないとやっぱきついと思うんですよね、これから。ほい。ロッカー、今の掃除するに越したことないでしょ。うん。ほい。ああ、崩れちゃった。嘘。すいません。やる気下がる。もうひどい。やんなかったらよかったかな。もう一旦、おい。怒り、何しに行きやがった。何？二軍お見合いさ、お似合い。そう。試合先発なんだ、しっけ。いい車乗ってんだろうな。アメ車、アメ車。アメ車ってか、外車だろうな。お、パールスポーツの時間です。さあ、なんだ、どうだ。銃、敵打線使われ、まさかの黒星。あ、そう。こんな時間に室内練習場に明かり？ちょっと見に行くと。あー、イカリ君。明かりがまさかともさよなら負け。あー、今の君には関係ない。なんだよ、それ。練習の続きある。なんだかんだ努力家なんだよ。うん、一軍に上がってこい。お前が見たことない野球がここにあるぜ。かっこいい。言うね、やる気アップ。で、それでも普通なんだな。ちょっと練習していこう、もうちょっと。どう、やる気普通の状態で練習しても仕方ないのかなと思うところもあるんですが、まあ、これは頑張っ、仕方ないのかな、でも。まあ、やって、頑張っ、あらら、お母さん、差し入れ。嬉しいね。うい。ああ、元気にしてる。うん、どうしたの。差し入れ送ってあげたのに。え、あれなます。焦って無理しないように。あらっす。うん、嬉しいね、これ。で、お届け物です。何が来る？さあ中身はガサガサと。お、高級焼肉セット。やべっくーなんてこったよ。まあまあ、いや、みんなで食おうかじゃね。はい。まあ、肉のようなね、ちょっと生ものはなかなか、ちょっと一人では一斉に食えるってもんじゃないので。かといって残すとなると、それはそれでちょっとやっぱ長持ちしないんでね、難しいところありますが。そんなこと置いておいて、ちょっとじゃあミート練習をちょっとやって、ね、いないな、誰も。多く、やっぱいろんな人がいるところでやるべきなんだろうな。パワーアップ。うん。もうちょっとやっぱり強打ができるような、になりたいですね。お、電話、はい。誰だ。お、母さん、どうしたの？まだ二軍なのね。すいません、結果出します。信じてくれてる、嬉しいね。はい、頑張ります。声が小さい。やる気上がるでしょ、これ。おー、現実主義のお母さんが頑張れと言ってくれる。まあ、やっぱりこう、肉親の応援というのはやっぱり来るもありますよ。お、牛乳、おすすめ。飲んでみよう。元気が出た。あ、疲れが地味に取れるの。これ嬉しいですね、結構。さてさて、打撃がすごいなんか溜まりますけど。監督いるんだったら、ここはちょっとプラス思考で。はい、行きましょう。疲れ取れて。監督の評価も上がる。はい。出かけてみようか。うん、何かあるはず、きっと。出かけりゃ。家電製品。あ、加藤先生。そりゃそうですよね。家電製品。ああ、機械さっぱり。あ、これから買いに行く。いいね。あら、先生何してんです？はぐれん腕抱きせ。いいなーっていう。くっはーす。もうすんごいボリュームある柔らかいものが必死に。あ、顔真っ赤よ。いえ、なんでも。
あー、俺もし、俺、なんだろう。俺、いい期待？さあ、行くわよ。はーい。なんだ？もう、パワフルな俺。パワフルな俺だって。パワーが3、へへへー、やったね。素晴らしい。あ、後半戦。あ、もうそんな時期か。はい、そして、生レフト。あ、やったね。ちょっとレベル、下位打線だけど、ちょっと上がりましたね。前は8番だったので。弾道を上げることはないでしょ。ミート上げたかったな、できれば。まあ、ここはちょっとほっといて、パワーが D になったということを活かしましょう。頑張って。うん。アンダー数伸ばさないと。いやー、もうパワフルな俺っていうのが本当になんだろうって考えたらたまんないっすね。やっぱこう、パワフル、パワープロってそういうなんでしょう。ちょっと想像をかき立てる、かき立て方がうまい。本当に。たまんないっすよ。さあ行きましょう。7番先頭ですね。ノーアウトランナーなし。マーフィー相手は。コントロールないんだな。どうだ、流れるか。よっしゃ、オッケー。いいね。まず、ワンベース。足がないんで、むやちょっと、盗塁は狙えないけど。チームは 3-3 ですね。はい、ツアートランナー1、2塁。行きましょう。絶好調な俺に、ボール。まずはボールね。外角あたり来ると見た。呼んでた。あー、くそ、スライダーだった。さあ、やっちまったぜ。さあさあさあ、どうしますか。来た。よいしょ、これいいだろ、これいいだろ。入れ、入れはしないけど、ちょうどコース。よし、ツーベースいけるか。あー、待って、ランナー、どうだ。よし、あー、嘘、アウトかよ。やっちゃった、暴走だよ。足相当遅かったんだな。行きましょう。ツアートランナー2塁。でもいいよ、今日打点1つついて。もう2安打確定で。ミート結構あるな。あ、バカ。カーブでした。強振でこれいけんじゃねえかな、ホームランもしかしたら。よいしょ、どうだ、流れて。え行くんじゃねえか、来たー。ツーランホームラン。パワープロ2010初ホームランは流し打ちでございます。素晴らしい。これだよ、これ。これを待ってた。いいね。3打数3安打3打点。トリプルスリー。まあ、そして8回攻撃ですね。今びっくりした、外で何か呼ばれてんのかと思った。どうだ、あー、正面、くそ、びっくりした。廃品回収車の音でした。なんか外でうるさいぞなんて言われてたらちょっとやだなと思ったんで。あー、怖かった。ちょっと時なんかこう、実況者あるあるなんだけど、そういう時って急になんか熱が下がるんですよね。うわーってなってる時に、そういうなんか音が聞こえると、体温が下がっちゃうんで、なんかこう、冷や汗というか、こう、ゾゾゾってくるんだよ、何か。はい、3打数3打来ました。3打3打点ですよ。4打数3打3打点。で、ホームラン1本と、大活躍でしたからね。これはもう評価そこそこ上がってもいいんじゃない？俺、打てるっていうことは証明できたんだから、ミートアップ。よし。これでちょっと、もうちょっとパワー上げたいですかね。でもな、そうだ、メンタルも打撃だな、これは。うん。得意な人が2人もいらっしゃるんで、これはありがたい。ほい、そして、でも、この時はまだスペシャルダックトレーニングがないのかな。まあ、仕方がないですかね。そもそも、なんでしょう、こう、キャラクターをこう、セッティングできるっていうのがそもそもないので、仕方がないかなとは思いますが、これは一旦休んだ方がいいかな。休む。おい、ゆっくり休む。いいね。結構回復しますな。練習。もう一回なんか焼肉セット送ってきてくんねえかななんてちょっと期待しちゃうんですけど。ダメですかね、なかなか。うん、来たら嬉しいんだけど。お、残り試合数なくなってきた。さあ、そして、今か、お、僕は ?5 番、あ、いいとこ来たね。主力打者、5番レフト。まさに高橋由伸っぽい位置じゃないですか。これ、筋力上がる結構。C、95から C、いいね。B は確か110だったかな。あ、でもいけそう。もうすぐでパワー B。狙おうと思えば狙えんじゃねえかな。一応守備力とかエラー回避も上げておこうか。OK。さあ、試合行きましょう。うん、パワーもだいぶ上がってきましたよね。これいいんじゃねえかな、このペースでいけば。もしかしたらワンチャンあるかもしれない。これ全然だから、弾道をそろそろ3に上げた方がいいかな。2は2ででもヒットになりやすいからいいと思うんですけど、まあ行きましょう。公式戦。2軍ですね。おーい、そして5番レフト。あ、ツアートランナー1、2塁。いいチャンスで回ってきた。相手、バーネットか。あー、なるほど。2010からもうヤクルトにいたんで、バーネット。大活躍だね、考えてみれば。さあ、そして、2016は残念ながらバーネットいないんですが、まあ、やっぱ ROB が最高だったね。行きましょう。バーネット。スタミナこの時はまだ C あったんだ。なるほどなるほど。おっと、いい引っ張りですね。抜けはしないけど、まあまあいいや。
全然ホームラン打てるだあのパワーはあるので、これは期待していいんじゃないでしょうか。正直なところ、いきましょう。今日2安打活躍はしてるぜ。打点がそろそろ欲しいな。よいしょ、あー150球早い。さすが相手も絶好調といったところでしょうかね。最速か、うえい。ちょっとタイミング狂わされるときつくなる。急にバカバカ、ストレートだから振っちゃった。ついやべやべやちって、でチームはまだやばい、完封されそう。あ待って、これまだバーネ、あやべえ、バーネットの完封がかかっている。そうさせるかと。先頭出ますよ、まず。あくそー、タイミングがちょっと遅かったかな。もうちょっと早いペースで打ちたい。来た、よいしょ、センター前、いいね。先頭一応3安打。うん、そろそろだから、あパワーを上げて弾道も上げて、おっと完封だけは防げた。負けたけど、けどよ、けど、まあ、でも、アンダー数で言ったら結構活躍してるから、評価上がってもいいんじゃないって思いますけどね。どうだろう。まあ、チームは負けました。バーネットの完封は、止めた。それだけで十分。でもなんかチャンスとか、もうちょっと活かせたかもしれない。もしかしたら。まあ、いやいや。はい、それではちょっとノールカップしていきましょう。残念ながらミートは、ミートがもうそろそろ D になっても、弾道、そろそろ行きますか、弾道3。うん。もうホームランバッター目指していこう。そのためには、はい。ミートアップ。大事だね。はい。とどろきさんもいてくれたんで、これは助かるわ。打撃コーチの評価上がる。評価もそこそこ上がってきたんじゃねえの？ちょっと見ていきましょうか、データで。球団関係者。あ球界の星とか言ってくれるんだ、二軍監督。とどろきさん頑張ってる。守備それ、あ、やってないからね、全然。わー、投手は仕方ないでしょ。ふん。体調を育成コーチが見てくれるんだ。なるほどね。チームメイトは、あ、結構頑張ってるって言ってくれてるね。あ、嬉しい。やるじゃない。あ、嬉しい。ありがとうございます。あ、結構なんか、あ、頼りになるとか、矢部君言ってくれてる。嬉しいね。まあね、能力的にももうちょっと頑張っていきたいですね。守備力どうにかしないとだな。まあまあ、まずはちょっとバッティングなんで、あともうちょっとか。頑張って練習。ここはどっちにしようか。打撃だな。得意練習が3人いるんだから、そりゃそうだ。うい。疲れが溜まったけど、まあ、そんなん大丈夫。さて、いいとこ来た感じでしょうかね。次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は、登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。